こんにちは。今日はもう一つの、面白い、オペラの機能について話したいと思います。じゃあ、例えば、ネットサーフィングするとき、何か書きたいことが多いですね。例えば、このホームページですね。イギリス大使館のホームページですけれども、ちょっと下までスクロールすると、電話番号とか、開館の時間とか、いろいろ、ちょっと書いておきたいものがあります。記録するには、まず、ペンがあります。ペンはこっちありました。はい。次は紙。紙があります。誰か紙、紙持ってない？非常に不便ですね。なぜかというと、ペンの昔の技術、今の技術はやっぱりオペラのメモという機能です。メモの使い方はこういうふうです。左の方はパネルがあります。パネルから起動します。ちなみにパネルが表示されてなければ、パネルの上にあるこのボタン、タブの横ですね。これをクリックすると、パネルの非表示、表示になります。じゃあ、パネルのメモというボタンをクリックすると、左の方にメモのところが開きます。非常に簡単ですね。上の方は、各メモの管理するところです。で、下の方はメモの中身を書くところです。ちなみに、複数のメモが作れます。ほとんど制限がないです。かなり、数が多くても大丈夫です。じゃあ、さっきの例に戻りますけれども、イギリス大使館の、住所とか電話番号とか、開館の時間とかをメモにしたいとき、まず全部選択します。そして、右クリックすると、メモにコピーという項目が表示されます。クリックすれば、左の方に出ました。新しいメモが作れました。でこれをクリックすると、さっきの情報がメモになりました。今、タイトル、この見出しが住所になってますけれども、あんまり役に立たないんですので、メモの一番上の方に、1行目にタイトルにすると、イギリス大使館とかにすると、それが見出しになります。もちろん、日本語も英語も大丈夫です。で、メモの非常にいいところは、ブラウザ閉じても残ります。もう自動保存がありますから、明日ブラウザを開けば、このメモが、そのままになります。もう残っています。で、もう一つのいいところは、オペラに入っている同期という機能です。自動同期が入っています。例えば、今仕事のパソコンを使っていますけれども、仕事のパソコンでメモを作っても、家に戻って家のパソコンのオペラを開くと、メモが入っています。自動同期で、どのパソコンを使っても、オペラの中のメモを作れば、他のパソコンで見ることができます。非常に非常に便利な機能で、ぜひ使ってみてください。じゃあ、使い方は、簡単ですけれども、opera.com より、ぜひ、opera 10番をダウンロードして使ってみてください。